医学部の入試で女子の受験生らを不利に扱っていたことを認めた順天堂大学は、こうした合否判定を少なくとも10年前から行っていたことを明らかにしました。適切な取り扱い、入試の取り扱いというのは少なくとも何年ぐらい前から行われていたのでしょうか。平成20年度からはこのようなシステムで行っておりました。順天堂大学は過去2年で女子や浪人を重ねる受験生を不利に扱う合否判定をしていたとして不合格になった受験生48人を追加合格にすると発表しました。代田博之医学部長は会見で、こうした合否判定を少なくとも10年前から行っていたと明らかにしました。